矢田部です。今日は相手からボールを奪う、相手がボールを持っているとき正面向き合ってますよね。走ってって2サイドステップですね。もう一回いきます。走ってって2サイドステップで、はい、走ってって1、2ですね。向かっていって1、2で、そうするとボールだけ残ります。ヘッドダウンしているときなどにはものすごく有効な奪い方なので、ぜひやってみてください。